皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回からはジョセフさんが5月23日に配信した、火曜日恒例の予言を数回にわたってご紹介します。今回もカットが必要でしたので、ノーカット版はメディアブルで公開します。2023年5月23日の予言。麗しき友人の皆様、真実と共に心より歓迎します。また皆様と一緒にいられることをとても幸せに感じています。ここアリゾナのセドナからこの5月23日火曜日の素晴らしい予言をお届けします。とても多くの真実が明らかとなり、またこの母なる地球でマグニチュード 4.5 以上の地震が160回以上も先週1週間だけで起きています。皆様ご存知の通りダーラムレポートが公表され、以前の予言でもお話しした様々な内容が表に出てきました。特にヒラリーが2016年に行っていた非合法な行動について暴露され、以前の予言でお伝えしたヒラリーが証言台に立たされるというお話をもう2年も前にしたと思いますが、それがいよいよ的中するかもしれません。このいわゆるダーラムレポートで何が明らかになるのでしょうか。ヒラリーとビル・クリントンの将来に待ち受けているものは何なのでしょうか。二人目の連邦歳入庁から出た内部告発者が、バイデン政権による捜査介入について暴露しました。これが今後大きく実を結ぶのか、それとも今までのようにただ話だけ出て何事もなかったかのように終わるのでしょうか。食糧産業に新たな攻撃が加えられ、鳥インフルエンザだけでなく狂牛病が復活しました。このようなお話を本日お伝えします。メキシコの人々に火山噴火に関する警告が出されましたが、これが以前予言した複数の火山噴火により飛行機が飛べなくなる事態につながるのでしょうか。またエプスタインに関する新たな真実の続報で、ビル・ゲイツがエプスタインから脅迫されていたことが明らかとなりました。WHO がパンデミックは終了したと宣言しましたが、次なる疫病に備えるよう警告しました。WHO は私たちが知らない何かを知っているのでしょうか。次に来る疫病とは何なのでしょうか。スピリットがある疫病について教えてくれましたので皆様にお話しします。メル・ギブソンが昔のインタビューで反キリストについて語っていましたが、そこで挙げられた名前を聞けばきっと皆様びっくりするでしょう。30トンもの爆発物が行方不明になりました。それがどこから消えたのかといえばもちろん線路からです。もしまだ脱線に関する動画を見ていないのでしたらぜひとも見に行ってください。この爆発物はどこに消えてしまったのでしょうか。そのことについても本日お話しします。私のチャンネルに戻ってきた皆様、また初めて来た方々、歓迎します。予言や信託に関するお話や、毎週新しいニュースをお届けします。正確な予言についてお知りになりたいのでしたらぜひともこのチャンネルをご覧ください。これから67回目の火曜日の定例予言をお伝えします。どうして白骨死体はお互い争わないのでしょうか。それはガッツ、内臓の意味もある、がないからです。それは置いておいてクリントンに関する新たなニュースが出ました。別に驚くべきお話でもなく、トランプ大統領に対するロシア疑惑は初めからでっち上げだったことは皆様ご存知でしょう。2017年にそのニュースが出てから私たちは口を揃えてこの疑惑はデタラメだと言ってきたのですから、どれだけ多くの人がこの件に関わっていたのでしょうか。ヒラリーの言うことを信じるほど私たちは愚かではありませんでした。ですが気違いじみた人たちはまた彼女を大統領に推そうとしています。それは迷惑でしかないことがわかっていてもです。それはただ失敗するしかないことなので別に彼女の判断ではないでしょう。その裏にいる勢力がヒラリーにそうさせているのです。しかしその黒幕であるワールドエコノミックフォーラムは JBE を再選させるためにあらゆることをしてくるでしょう。
嘘や捏造や盗みを含めてです。不幸なことにそのような出来事が世界中ではびこっています。ですがそれはすでにわかっていることで、体が動かないのに疲れ知らずのふりのできるクローンでも欲しいのでしょう。しかしそのようなことを隠し通すのはもはや不可能なことで、スピリットによればパーキンソン病も発病しており、以前からヒラリーは大きな健康問題を抱えることになると予言してきました。JB が車椅子に座るビジョンが見え、それは黒幕が予想するよりも早く起きるでしょう。その裏でも黒幕は彼に仕事をするよう急かし続けているのです。彼がそうなるのは来年かもしれず、2025年より前に他界するでしょう。2025年は彼にとって数秘術でいう4の年となり、エリザベス女王も4の年に逝去しました。クリントン一家の話に戻りますと、ヒラリーとビルの両方が年老いてストレスにまみれているのが見えます。何かしらの証言を議会かどこかでするのが見えたと何年か前からお伝えしていますが、それはこの1年ほどで的中することになると思います。多くの法的問題がクリントン一家に起きており、特に金絡みの問題が噴出しています。今年後半から来年にかけてさらに多くの問題が表に出てきます。ヒラリーにとって、2024年は数秘術でいう8の年になります。興味深いことを発見しましたが、ビルもヒラリーも数秘術では同じ数になります。つまり運命的に同じ道をたどるのです。特に資金に絡むお話では同じ災難に遭うのではないでしょうか。2025年にクリントン一家は莫大な損失を出しますが、それがクリントン一家の誰かの死を意味するのかどうかまではわかりません。多分ビルのことではないでしょうか。2025年は彼らにとって数秘術でいう9の年となり、それは死や一つの周期の終わりを意味します。つまり今後2年の間に資金や人生における障害を抱えることとなるのです。78歳でこの世を去るのが頭に浮かび、ビルは2024年8月に数秘術でいう9の年の誕生日を迎えるのでとてもあり得るお話です。多分心臓に関連した病気だと思いますがまだはっきりとはわかりません。ダーラムレポートに話を戻せば、事務上段下院議員がクリントン一家に対する追及が始まればあらゆる事実が表に出てくると言いました。ダーラムレポートに出てくる個人一人一人に焦点を当てて捜査を進めるそうです。前々から大量逮捕の予言をしてきましたが、上段氏が FOX ニュースのインタビューの中で、ダーラムレポートに関する捜査について聞かれた際に、クリントン前大統領と2016年のヒラリーの大統領選挙に関し4人の容疑者を追及していることを話しました。いかがでしょうか？この動画が配信される頃にどうなっているかはわかりませんが、今のところダーラムレポートに関して日本の地上波は沈黙を貫いているようです。どうでもいいことばかり報道しているようですね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。